なので過去を捨てていくことで絶対に開運はしていくんですよ。ハロー、こんにちは、えつこです。本日もご視聴いただきありがとうございます。本日の内容はですね、断捨離ができない人の心理という内容をお伝えしていきたいと思います。私のチャンネルではこういった断捨離の話だったりとか、あと潜在意識、脳科学の話を含み込んで、皆様がさらに人生を肯定させるためのいろいろなヒントや情報を配信しています。で、少しでもご興味ある方おられましたら、よかったら今のうちにチャンネル登録をしておいてください。はい、では早速ちょっと内容に行きたいと思うんですけれども、皆さん結構断捨離ってできるタイプですか？で、これ人それぞれあると思うんですよね。で、いろんなの断捨離に関する動画とかもあるので、もちろんそれを見て実行された方もいらっしゃると思うんですけれども、私はもともと断捨離が結構まあまあできる方だったんじゃないかなと思うんですよね。断捨離っていうのは山下秀子さんの本読んで、あ、これすごいなと思って結構捨てたわけですよ。で、その次に見たのがこんまりさんのあのときめく掃除術でしたっけ、読んで、あ、なるほどと思って服をね一着ずつこう出して、でときめくかときめかないかでやってみたわけですよ。だけどやっぱり物が増えるんですよね、どうしてもね。要は根本的に分かってなかったっていうところが私のまあ良くなかったところなんですよね、断捨離に対する。で、それは何かと言いますと、そもそも何で捨てた方がいいのかが分かってなかったってことになるんですよね。捨てるメリットが分かってるのかどうなのかっていうところが大事になってくるんですよ。で、この捨てるメリットっていろいろありますよね。もちろん家の中がすっきりするだったりとか、脳は基本的に物がたくさんあったりすると混乱してやる気を失って集中力もなくなるっていう特徴があるんですよね。なのでそれがこう物を捨てることによってだいぶこうすっきりするっていうのはあるんですよね。だけど捨てるメリットっていうのが意外に皆さん分かってないんですよね。これは何かっていうとね、過去を捨てていくってことなんですよ。例えばこの動画見られてる方って、さらに人生良くしたいとか、もう人生をもう大激変させたいとかっていう方が見てると思うんですね。まあ開運させたいとかお金持ちになりたいとかね。ということは今までのあなたの考え方とか今までのあなたの状態では変わらないんですよ、これね。で、ここに気づけるかどうかっていうのがすごい大事なんです。私の、まあ、メンターの方はこの捨てるっていうのを一番先におっしゃるんですよね。私も実際に、あ、そういうかと思って、要は捨てるメリットが分かったわけですよ。で、それが過去を捨てれますかっていうところなんですよね。過去を捨てるってなんかちょっと大げさな話になってくると思うんですけれども、例えば情報だったりとか人だったりとか、まあいろんな固定概念とかあるじゃないですか。これが正しい、これが間違ってるとか、これはいいと思うけどこれは良くないと思うとか、私たちってこうそれぞれに自我とも言うんですけれども、そういう固定概念が入ってるんですよね。それが変わらないと、まあ、信念とも言うんですけれども、その信念とか固定概念、要は自我が変わらないと、私たちの人生ははっきりと大幅には一切変わらないんですよ。残念ですね、本当にね。だけどその自我のままではその同じ結果が待ってるっていうだけなんですよね。これにね、まずね気づけるかどうかっていうことになってくるんですよ。人生をさらにっていうか、まあ良くしたいってなってくるとね、やっぱりね先にね捨てるってことをしないとダメなんですよね。前もねお話したんですけど、このコップがあったとしますよね。私たちね、もうね、もう埋まってるんですよ、このコップ。情報だったり人だったり時間も、もうこの中にもういっぱいいっぱい、だからもう24時間何かでパンパンに埋まってますよね。それを先に捨てたいんですよ。これを先になくすから次の新しいものが入ってくるってことなんですよね。で、これをね捨てないで、このパンパンなまま入れようとしても結局入らないですよね。漏れちゃうんですよね。で、そしたら結局入ってないじゃないですかってことなんですよ。なのでこれを入れるために先に捨てるっていうことをしていきたい。せめて 10% から20% だけはまあ残しても、そこ仕方ないんですけどもね、 20% は残して、あとは全部入れ替えていきましょうという話なんですよ。そのまずは目に見えるものからそれをやるのがまあ簡単なんで、断捨離っていうのがいいですよというお話を前ね、他の動画でもしてるんですけれども、過去を捨てる、要はそれがまあ物でもそうなんですよ。過去に買ったものですよね。過去気に入って買ったものなんですよね。今気に入ってるかまた別なの分かります？これ家にあるからとりあえず飾ってたりとか、家にあるから使ってたりするんですけど、本当にあなた今それ気に入ってますかっていうところなんですよ。ここにちゃんと問いかけていかないといけないわけなんですよね。要は捨てるともったいないっていうマインドもあるじゃないですか。あれ、これ高かったからもう捨てんのもちょっとなんかそのもったいないわとか言って思うでしょ。でもそれが、そのマインドが貧乏くさいんですよ。だからそのマインドを変えていきたいわけなんですよね、実は。だから、だけどそのマインド自体を変えるっていうのは実は難しいんですよ。内を変えようと思うと実は外から変えるのが一番早いんですよね。だからよく あるのが、例えばお金持ちになるために長財布をとか、なんか金色とか黄色でしたっけのお財布を買うと
となんか気分アップするとかあるじゃないですか。要はあれ外を変えていてるってことですよね。でも実はそれだけ変えてもあんまり意味ないという話になるんですけど、まあ今日はちょっとその話はしないんですけれどもね。でも要は外から変えることで中が変わっていくっていうことなんですよね。これ何してるかというとね、潜在意識書き換えていってるんですよね。あなたはそれを持つのにふさわしい人ですねっていうことを、要は自分にすり込んでいってるっていう行動をしてるのが、その周りのものを変えていくってことなんですよ。でもその前に過去のものを離さないと入れ替えれませんよね。なんかだって財布で例えたら、その財布何個も持たないじゃないですか。やっぱり持つのは1個だけですよね。でそうなると過去の財布を捨てるから新しい財布を買うことができますよね。だから過去の服を捨てるから新しい、今自分がワクワクするすごく素敵だなと思う服を買うわけですよ。だから常に要は軸を今に置いとかないといけないということなんですよね。今気に入ってますか？今好きですか？今使いたいですか？っていうところなんですよね。でそれがなかなかできない。なぜかというと、過去にお金を出して買ったものはもったいないと思ってるんですよね。だからこれを、もったいない精神を捨てるために過去のものを捨てるんです一番伝えたかったことなんですけれども、ここがキーポイントなんですよね。この動画も一回だけ聞いても、ね、よく分かんないんですよ。私たち潜在意識を書き換えていくっていうことは、実はね、繰り返しでしか書き換わないんですよ。繰り返しのみなんですね。繰り返しでしか潜在意識は書き換えることができないので、例えば人生好転させたいと思っている方は、断捨離の動画だったりとか、まあ、私の動画でもいいんですけれども、を何回も繰り返して聞く。そして、そうか、じゃあそんだけ言うんやったら、じゃあ、早速これを捨ててみようという感じで、そうして行動に移すっていうことをやっていただきたいんですよね。なので過去を捨てていくことで絶対に開運はしていくんですよ。もうこれ間違いないんで、もう言っときますね。でも断捨離をできないっていうことは、結局過去の自分が今まで培ってきた自我は絶対に捨てれないんですよ。だから要は、自分は、私はこういう人やし、こういう私が自分らしいし、それでいいと思ってるっていう固定概念とか、いろんなことがあるじゃないですか。でも自分をやっぱりもっと変えたい、本当に人生も大飛躍させたいとなると、まずやってほしいのが過去を捨てていくってことです。でそのために私たちは断捨離をすることで練習してるってことなんですよね。過去を捨てる練習を断捨離でしていくっていうことが、断捨離の最大のメリット、要はこの捨てるメリットっていうことになっていくんですね。ですので、何でものを捨てた方がいいのかっていうことをしっかりと理解された上で断捨離をやってみてください。そしたら、多分今までとやり方が変わったり、捨てる基準が変わってくるはずなんですよね。で私のメンターなんかは、捨てる基準が1週間以内に使ってないものはもう捨てるんですよ。これも結構すごいじゃないですか。1週間使ってなかったら捨てるって言ったら、もうほとんど家の中に何もないみたいな感じになりますよね。でも彼はそれぐらいの基準でものを捨てていってるので、もうそれはもう運気めちゃくちゃいいですよ。でも開運しまくってますし、もう彼もどん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 成功していってますし、やっぱり捨てるってすごいなっていう風に、私もまあ肌で感じてるっていう感じですね。ですので、皆さんにも今日はこのまず捨てるメリットを分かっていただけたらなと思っております。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、本日の動画がちょっとでもいいなと思いましたら、いいねボタンで応援していただけると励みになります。こういった動画をまたいろいろアップしていきますので、少しでもご興味ある方はチャンネル登録をしておいてください。で本日もご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。 See you!